はい、どうも、シモンです。偶然この前ネットでスケートパークを探してたら、キヌタ公園っていうとこにほんまにちっちゃいスケートパークがあるのを見つけたんで、今日はこのキヌタ公園のスケートパーク場に来てみました。騎士会と一緒に来てます。なんか食ってますね。うまくここだけど分かんない。チキン、マップに載ってないんであるか分かんないですけど、なんかネットで調べたらあっちの方にあるっぽいんで、あっち行きます。やったちっちゃくね。やばいやばい。パークを見つけました。はい、ファーストインプレッションはどんな感じですか？やばくね、これは。まあ、やばいよ、これはやばすぎ。おお、あいつうめえな。はい、では軽くパークを紹介していきます。まずこちらにはどうやって使えばいいのかわからない90度のハーフパイプがあります。ごめん、クォーターパイプかな。こんな感じですね。そしてもう引っかかったら死にそうですね。そしてこのランプからこっちを行くと、まず一つ目にあるのがピラミッド。こちらのピラミッドになっております。騎士会さん、この使い方教えてください。こんな感じですね。次あるのがこのスポットですね。30センチのスパインになっております。これはどうやって使うんですか、騎士会選手？これ使い方わかんない。まあとりあえず騎士会選手に使い方を教えてもらいましょう。そういうことですね。はい、でその次にあるのがこのレッジですね。これがパークで一番使えそうなセクションです。高さはだいたい40センチぐらいで、長さが2メートルちょっとぐらいのレッジです。横に登れるようにこのスロープがついてます。こんな感じ。はい、では騎士会さんにまたデモンストレーションお願いしましょう。騎士会さん、でもう少し進むとこの、バンクがありますね。これはまあ角度45度。そして最後にこのメガランプがあります。普段からあんまり滑ってる人がいなさそうなんで、結構メンテナンスはされてないです。で路面は結構悪いですね。こんな感じでセクションとセクションの間にギャップがあったりします。このパークの感想は？難しいです。難しいですね。はい、ちょっと滑ろうと思います。レッジの前にこれが、これでプルプルする。プルプルだよ。清掃員、仮想乗馬さん、時給300円の清掃員。これでかっこいいトランジションができた。
あ、ごめん。メイク。無理や、これ以上。はい、終わり。やべ、フロント系見せたことねえのに。フロント系見せたことねえのに。フロント系見せたことない騎士会がここで見せるとは相当なやり手だ。戻ってきて。この公園内にもう一個なんかスケートバッグがあるっぽいんで、そこも行ってみます。以上、ここはこんな感じでした。もう一個の方に向かってます。ここですね。この絹田公園の横にある大倉運動公園にもう一個のパークがあります。ティムがいた。ガチで偶然。ティム一人透けすんなよあいつ。ティム、剥がして行きます。あ、できた。おるんじゃないよ。あげる。ございます。あのハイボーからハード。ダメ。65点。59点。いつもティックタック。Not smooth。これまでスムーズやろ。赤点。何あった？赤点は。なんか学校で成績取ったら F だ。そうです。Fuck。Really？ チームのお箱のハードが。はいって感じで、はい、感じで、はいって感じで大倉公園でちょっと滑ってみました。路面いいんでフラットとか調子いいです。また機会があればね、来ようと思います。めっちゃつまんないです。嘘嘘嘘。帰ります。カメラに向かって話して変な人いる、あそこに。